ではですね、最後これちょっと綺麗だ。本当だ。朝焼け？朝焼け。朝焼けですね。もうこれ一番好きな時間帯ですね、これね。そんな中、はいはい、あのですね、これ取り上げようか迷ったんですけど、はい、実際これすごく多かったんです。多かったんでしょうがないから拾うんですが、しかもちょっと日本向けで海外の皆さんにはちょっと、うん、大変申し訳ないんですが、なんすか？ヨシピーは、はい、タケノコの里派ですか、キノコの山派ですか。お前こんなもん最後に選ぶなよって気持ちはすごいわかるんですよ。あ、でも最後じゃなきゃこんな選べないじゃないですか。これ海外に翻訳するときどうするの？困りましたね。まあちょっとあまり時間とえこれ、はい、僕、はい、よくわかってないんですけど、はい、なんでそんなに派ってあるんですか？タケノコかキノコはそら吉田さん俺本当に世間様に疎いんですよあるし、こんだけ時間いろんなものに使ってると全く疎いくて、そんなに何ですか、二大派閥というか。これは大事な大事な選択。これ俺回答すごい大事ですか？大事です。でもさ、もう一個なかったでしたっけ、似たようなお菓子。何ですか、もう一個。あれ、木こりの切り株って。あ、それはですね、はぶられてる。え、違う。あのそれはあの明治かブルボンか的な。あ、え別件です。あ、別件。別件です。なんだうち木こりいるんでって言おうかと思ったんですけど、そういう問題じゃない。そもそもそっからかよみたいなこと。じゃあどっちかに決めた方がいいんですよね。そうです、そうです。決めないと多分両方的になりますよなんで俺こんな責められじゃあこの質問拾わなきゃいいじゃない。だって多かったんですか、まあ、多かった僕ね、まあ、日本でですけど、はい、うち貧乏だったんですよ。何の話を始める気ですか。いや、はい、それがタケノコかキノコかにつながるんですけど、はい、すっごい貧乏だったんですよ。で、あれ小さい頃やっぱり美味しいじゃないですか、どっちも、はい、で買ってもらった時に、もうこれ結論から言うと僕キノコなんです、多分キノコ派なんですけど、あれ傘になってるじゃないですか、はい、チョコレートが ね、 そうですね。で2回美味しかったんです。チョコだけ食べて、はい、チョコを味わった後スナックが食べる、別々だから1個が俺にとっては2個の価値だったんです。あれは外すもの。そうです。え、そうやって食べるんじゃないの、みんな口にこう入れて歯で押さえてこう取るみたいな。違う、ごめんなさい違う、俺なんかやばい気がしてきたあのそもそもわしはタケノコ派。あ、タケノコ派でいらっしゃいます。明日から敵同士。残念ながらそういうことに。なるほど、そうなんだ。まあ無事に質問には答えられたので、いいです。だから2回ね、タケノコってほら剥がせるわけじゃないじゃん。こうやって俺、はい、何敵を作っていくっけよ。まあその観点はびっくりしました。あ、そうです。はい。はい、いやそうなんです。どっちかって言われたらそうです。タケノコです。はい。はい